デビッド・シュワイマーは、アメリカ合衆国の俳優、ニューヨーク市出身、本名デイビッド・ラリー・シュイマー。身長188センチメートル。ユダヤ系で、性の発音はシュイマーだが、テレビシリーズ、フレンズ放映人に誤ったため、そのまま直されずにいる。ニューヨークのクイーンズ区で生まれ、カリフォルニアで育つ。両親ともに弁護士。エリー。 エリーという姉がいる。高校生の時から演劇のクラスを取り、ノースウェスタン大学で学んだ後、学友と共にラーキングラスシアターカンパニーを設立した。その劇団では俳優だけでなく、監督、劇作家でもあった。1994年から始まったテレビドラマ、フレンズの大学教授ロス役が有名。フレンズや上位では演出も手掛け、2007年には、 映画、ラン・ファット・ボーイ・ラン・走れメタボの監督も務めた。この作品撮影中に、ロンドンのクラブで、ウェイトレスをしていた、イギリスの女性カメラマンであるゾーイ・バックマンと出会い2010年3月に、婚約、同年6月に結婚した。2011年に、娘が生まれているが、2017年4月に別居を、発表した。ありがとうございます。